チャーミーキティ不思議の国のチャーミようこそ不思議の国へ。なんだか困ってるみたいだよ。だからそれがなんだってのさ。なんとかしたら。何を。何が。どうやって。だってほら泣きそうな顔してる。だからそれで。なんだってのさ。笑わせちゃう。なんでよ。誰が。誰を。何のために。こっちが笑わせてもらいたいね。じゃそうしよう。私が扉を開けてあげるわ。おやおや、体が大きくて入れない。それなら私を飲んで小さくなるわよ。泣くわけ。前と同じ部屋だったからじゃない。泣きたかっただけよ。きっと泣きたいだけ泣けば。そうかな。そうよ。そうだって。そうかも。別にいいじゃん、どっちでも。
小さくなったのが悲しくて泣いてるんじゃないの？タダラ！私を食べて大きくなるわよ。私にもやらせて。私を食べて。食べていけば。迷いの森。悩んだりしちゃ。さっさと決めて、さっさと進む。悩めば悩むだけ悩んじゃう。時間の無駄無駄。それでどっち行くの？そっち？どっちに行けばいいかわからないの？もうダメね。人生迷っちゃおしまい。まあまあまあ、とりあえず楽しい気分になりたいなら帽子屋のところへ行けばいい。そりゃいいね。あそこじゃ年中パーティーやってるからね。帽子屋の家はあっちだよ。なーう、なーう。はちゃめちゃティーパーティー。
にゃーやあ、お嬢さん、はちゃめちゃティーパーティーにようこそ。ようこそ、ウェルカム。さあ、どうぞ。マムマ、仲間に入って。ねえ、歓迎しよう。歓迎歓迎、熱烈歓迎、熱烈爆発大爆発。えわあ、芸術は爆発だ。もっとカモン。まあまあまあ、お嬢さん、紅茶をどうぞ。乾杯。誕生石に乾杯。7月の誕生石はルビー、6月はパール、9月はサファイア。帽子屋の誕生石は、そうだ、紅茶にはビスケット。それ帽子屋は帽子屋だって。帽子はハット。さあ、楽しんで、うん、楽しんで。自分で決められないなら、女王様のところに行くといいよ。そりゃあいい。女王様は何でも知ってるからね。きっと道を教えてくれるよ。じゃあね。トランプの女王。発見、侵入者発見。許しがないと入れない。もし見つかったら終わりだ。
女王様はあれがお好きだから。うん、女王様に知れたら大変、見つかったら殺されちゃう。何しろ女王様はあれがお好きな方だから。うん、早く帰った方がいいよ。まあ、うん、間に合った。そのものを引っ立てろ。どうやら道に迷ったもののようでございます。道に迷ったとな。お前は僕に引っ込んでよ。うん、どうしてくれよ。それちょうだい。なんだと。そう怒らんで。うらい。いいだろう、勝負しようじゃないか。勝負、女王様と三本勝負、勝った方がそれをいただく。いいね。勝負だと。何の対決をする。どうせ勝負はついてこの間の相手だって。女王様と三本勝負だなんて勝ち目はないよ、きっと。とにかく今まで負け知らずだもの。っていうか無理やり勝ってきただけじゃない。何とかしてあの子を勝たせたい。でないとあの子を。最初はモデルウォーク対決。ブラボー！女王様！気品漂うこの腰つき、生まれ持ってのこの美貌。これぞまさしくモデルウォーク。これこそ女王、最強のクイーン。どうだ。まぶしい。いやー、
そうでしょ、そうですよ。本物の美しさには誰もが目がくらむものなのよ。のネックレス一つしか身につけてないのに、すごいキラキラ輝いてる。本当の美しさとは内面から溢れるものなんだ。まさにビューティフォー。この勝負も引き分け。歌で対決、これで勝負が決まります。それでは白い猫が先に歌います。負けるもんか。私が最も得意とする歌で勝負だ。私の歌声に感動して気を失ってるわ。私の勝ちね。待てー、待てー、待て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 。
満点に散りばめたステージで、みんなの大好きなサンリオキャラクターが繰り広げる驚きと感動のパレードです。メルヘンシアターでは華麗なミュージカルをお届けします。大迫力の夢のタイムマシンやたくさんのアトラクションで、ファミリーからカップルまで楽しめるサンリオピューロランドにぜひ来てね。お待ちしてます。エンターテインメントの連続、ここは愛と夢、優しい気持ちに会える国、ハーモニーランド。毎日上演される数々のライブショーが、楽しさいっぱいのアトラクションの数々が、きっと素敵な一日をみんなにプレゼントしてくれることでしょう。さあ、あなたも感動を見つけにハーモニーランドへ、ご家族揃って出かけてみませんか。